はい、皆さん、こんにちは。ゆかジェネレーション代表のみきぞうでございます。いつもチャンネルご視聴いただきましてありがとうございます。今日はね、脳の話、そして心の話、そして最後はもしかしたらヨガの話ということで、まずはスペシャルゲストをお呼びしたいと思います。みきぞうのお姉様でございます。ヨガ動作学講師の山本邦子先生です。よろしくお願いします。お願いします。いや、これ3本目なんですけど、1本目2本目もう上がってますから、よかったら皆さん見てくださいね。ヨガ動作学、ね、これ受けてみないとその全貌がやっぱりわからないし、受けたとて1回で理解できるかっていうともっともっと深いものなのでね、何回もヨガ動作学って何と、この動画でね、話せる範囲でね、何回も撮ってるわけですけれども、なんか前回前々回の2本を聞いてる中でね、入力出力の話とか、なんとか行為循環の話とかってなった時に、一つのキーワードとして、こう、脳、ね、脳。なんか入力されて、みきぞうの捉え方、心が動くんだけど、それは一回脳に上がり、そして行動に移すみたいな、こういう感じて脳に移って行動に行くみたいな。確かに僕ももう46歳、いい大人ですから、そのエモーショナルな心のことだけというよりはね、今もう解明が進んでるこの脳の中身、頭の中にあるね、そこにすごいものがあるんだろうっていうのは分かってるんですけれども、こう、脳を経由してこの循環するのかってなった時に、どこぐらいまで今、じゃあその脳とか心とかっていうのが、リンクして、じゃあ心ってね、心臓のことを言うの？いや、でも僕らが使う心って心臓のことじゃないよな、みたいな。じゃあその脳、心とかその脳に行って行動ってなった時に、その脳の話って今、邦子先生が捉えてる部分とか、その学会発表とかも含めて、どの辺まで解明されてんのかな、みたいな。今日は脳と心と、そっからヨガの話聞けたら最高みたいな感じで聞きたいんですけど。いやいや、難しい。難しいね。ことを聞いてくれますよね。いつもでもそういう話になってるよ。そうね。その学会とかその研究のすべてを私も網羅しているわけではないので、日々科学は進化してる。ので最新の情報を私が全てちゃんと理解できてないっていうことも前提として一つの考えるきっかけとしてお話を聞いてもらえるといいと思うんですけど、今のね前振りの中でじゃあ心って心臓に、ね、あるのかどこにあるんだっていう話だったじゃないですか。でそれってじゃあ心って話をすると、多分意識っていう言葉も多分ついてくると思うんですね。意識と無意識と、非意識っていう言葉もあるんですけど、じゃあ心で感じてるものっていうのは、じゃあ意識したから心に上がってるのかとか、そうじゃないものも心の一部になってるのかとかっていうのは、ずっともう昔からいろんな人がずっと研究題材としていて、心理学の先生も心を研究するし、その生態学だったり脳神経科学の先生たちも心の研究をするし、いろんな角度の分野の先生たちが心って一体なんだ、意識って一体なんだっていう研究をずっとしてきてるんですけど、これまではやっぱり計測をできなかった計測器がそんなに発展してなかったので、実際にじゃあ人が何を持って心だったり感情っていうものを処理してるのかっていうところを計測できなかったんですけど、今時いろんな計測器が出たことによって人間がどんなことを、環境の中から得て、それがその人の心の状態だったり感情に影響を与えるのかっていうのは計測ができるようになってきたんですよね。で例えばよく例でこの話がこの枠組みの中でベストなサンプルか分かんないんですけども、よく言われるのが、同じ環境にいてもその環境を嬉しいと思う人と、その環境が嬉しくないと思う人または楽しいと思う人と楽しくないと思う人、または、楽しいと思う人と悲しいと思う人っていうのがいますよねって、でそれは一体じゃあ何がそれを作り出してるんだろうっていう、研究とかがあるんですよね。でそうなると環境だけの問題じゃない、ね、隣に誰が同じ人がいても嬉しいと思う人もいれば嬉しくないと思う人もいるって、じゃあ何がその違いを生むんだっていうのって常に議論の中心にいて、でそこでまあよく言われるのがやっぱりその人の、ものの見方であったりとか、その今の体の状態っていうのかな、その人が過緊張であれば同じ環境にいてもそれに対しての、受け取り方がすごく制限されていくというか、反応としてやはりマイナスな反応が出やすいし、体がいわゆる交流ができるような体が緩んだ状態であればその物事に対して柔軟に対応することができるので、その場にいてその場を楽しむことができるっていう、だからその体の緊張状態、社会とその体がどういうふうに交流できる状態かっていうのも心に影響を与えるんじゃないかっていうのは自律神経的な話から説明はされることはあるかなと思います。なるほど。ちょっと説明がなんか下手くそでしたけど。いやいやいや。で結局はまだ分かってないな、ミキゾー。心と脳はその動作学の説明の中でよく脳の話が出てくるじゃないですか。はいはい。やっぱりここで何かを決定してるんですかね。それも多分そうですって言い切っていいのかなっていうまだ段階だとは思うんですよね。もちろん全てが脳、これも言及していいのかわかんないですけど、ほとんどのものというのは脳がその情報を処理をして、で受け取った感覚情報をもとにそこで起こった自分の体の感覚、ギュッてなったりゾワゾワってしたりなんかふわーってなったりっていうその情動が私の気持ち、どういう気持ちにつながっているのかっていうところの結果、心が生まれるっていうふうには言われているので、基本はその脳を介してそれをどう解釈したのかが心になっていくっていうなるほど、中心の考え方ではあるかなと思います。なんか地球上のすべての人に心はどこにありますかって言ったら多分8割の人がここって言いそうな気がするんですよ。そうですか。なるほど。日本人って心ってどこにあるって言ったらなんかここって当てる人が多いような気がするんですよ。はいはい。僕の周りには多分ほとんどの人がここって言って多分ここっていう人は多分いなくて、ここっていう人も多分僕の周りでは一人もいなかった。僕もよくこの話するんですよ。だからここの中に何があるんだろうなみたいな。でなんかそれって。例えば若い時に甘酸っぱい経験をしたらキューッと胸がこう締め付けられたり、こう恋愛でもなんか部活で悔しい思いをした時にここでギューってなるよりはここがキューってなるからなんかみんなここって思うのかなみたいな。しかも真の像があるからここに心があるんだなっていう比喩に、国によって違うのかもしれないけど日本人は多分十中八九結構ここっていう人が多いんじゃないかなと思うんですけど、国子ねはどうなんですかその辺は。いや私は体全部が心を司っていると思っているので、なんか今話を聞いてて確かになと思ったんですけど、例えば英語だとここはハートなわけじゃないですか。でもその研究者たちが言っている心っていうのはマインドなんですよね。なんで日本人が思っている心っていうのは心の部分、ハートの部分がすごく多くて、それは何でかっていうと、おそらく今ミキティが言ってくれたように甘酸っぱい失恋をした時にキュッて感じる、それがやっぱりこの心臓のところで起こるし、ワクワクした時とかも心臓がバクバクしたりとかっていう風にして感情の変化が体に現れる、一番現れて私たちが分かりやすいのがここの心臓のあるところですね。でそれはなぜ心臓がじゃあバクバクしたりギュッてなったりなんかはーってなんか緩んだわって思うかっていうと、それは脳の中にあるその自律神経っていう作用によって自律神経系が心拍を変えたりとか、ね、脈の強さをコントロールしたりとかっていう風にしてるので、元をたどればやっぱり脳の中にあるその神経系の作用が私たちのハートにそういった作用を起こしていて、それを感じた私たちが今楽しいんだとか、今苦しいんだとか、今切ないんだっていうふうに解釈をしてるのかってで考えると、心ってなんか全部が心の一部なんじゃないかなって私は思っている。なるほど、ありがとうございます。皆さん誤解なきように、こう AI だテクノロジーだいろんな進化がある中で、もうこういう話したら身も蓋もないですよ。全部理屈かよみたいなね、我々のこうエモーショナルな感じ取るものも全部理屈なのかよってこんなこと言いたいんじゃなくて、あくまでね、動作学の学びとか、じゃあその脳科学、脳神経学の学びっていうのはね、僕は人類が生きやすくもっとなるために理解すべきポイントっていうふうに僕は取ってるわけです。なので、その全ては脳で司ってて結局身も蓋もないんだよっていうことを言いたいんじゃなくて、なんか特にいい状態の時はもう何にも考えなくてもいいじゃないですか。こう自分が良くない状態の時になんでそうなってるのかっていう原因究明ができた方が復活も早いんじゃないっていうふうにミキゾーは思うんです。なので、あくまでヨガとかね、こういう動作学の学びは幸せになるためのツールっていうふうにミキゾーは取ってますけれども、国子ね、それでいいんですよね。そうですね。幸せの定義もね、難しい。もちろんそうなんですけど、それはね、人それぞれあると思うから、でも基本的には良くなる方向へ、使いたい英知なのかなとミキゾーは思いますので、皆さん理屈を並べるのが別にヨガ動作学ではございません。いろいろな神秘不思議をですね、少し理解できる、そんな学び深めてみませんかというところで、ヨガ動作学の講座7月もあります。22日にあります。オンライン講座であります。こちらをチェックしてよかったら参加してみませんかという。国子ね、また定点観測ありますんで、定期的にヨガ動作学アップデートよろしくお願いします。学び続けたいと思います。それでは皆さんまたお会いしましょう。ではありがとうございます。